横に長くつなぎ合わせた紙を一定間隔で折りたたんで作った蛇腹状の本。折本と表記することもある。想定法は折元総本といい、この想定法を折本ということもある。紙の本の定裁のうち最も古いものは巻子相本である。この巻子本を一定間隔で折ると折本となることから巻子本の変形したものと言える。巻子相は閲覧。 検索に不便であることから、巻子相本から軸を取り外し本文量子を一定の行数で折りたたんだ形態の折り元本が生まれた。糸で閉じる製本方法に比べると簡易な製本方法で、主に本のおまけや、習字の手本、番行などに多い。式字の用紙も折本式になっていることが多い。かつては、 預金通帳にもこの形式が使われた。折本の期限は定かでないが、この形態が本格的に普及したのは11世紀初頭の中国、北宋時代とされている。983年に完成した直販の一歳教は、巻子像であったが、1080年頃に成立した、復讐東前東学院版は折本で出版され、以降の一歳教は折本で出版されることが、 一般的になった。このような想定の変更は被験の瓶を考慮したものと考えられている。日本では鎌倉時代後期から室町時代前期にかけて、薪子の形式の古写本の折り本への改装が全国的に行われた。これには天読の流行が背景にあると言われている。トーマス・ジェファーソンの電気のミニ折り本。ケースはクルミのから。 折本と同様の製本スタイルは外国にも存在する。西洋では蛇腹楽器の形状をになぞらえてコンサーティーノブックもしくはアコーディオンブックと呼ばれる。ありがとうございます。